はい、ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一日保護観察所長に任命されたのはテゲバジャーロ宮崎のゴールキーパー上田俊介選手です。それぞれの皆さんの立場で積極的な活動をお願いします。このほか今日はフォワードの山崎亮平選手などテゲバジャーロの選手とスタッフ3人も一日保護司会長などに任命されました。任命された4人は早速街頭でリーフレットなどを配りながら犯罪や非行防止、それに更生保護への理解を呼びかけました。犯罪の防止だったり再犯率の低下っていうところに僕らもやはり社会を構成する一員として少しでも寄与できればいいなというふうに思ってます。今月は社会を明るくする運動の協調月間となっていて、テゲバジャーロは子どもの健全育成に関して社会貢献活動を行っていることから今回任命されたということです。